今回は、久々1年もっとかなぶりにちょっとゲストをお招きしまして、いろいろ昔懐かしいお話をしたいと思います。ウィーン代表の茨城です。今回は、久々1年もっとかなぶりにちょっとゲストをお招きしまして、いろいろ昔懐かしいお話をしたいと思います。この方長いこともう30数年間にわたって、全日本プロレスの名物リングアナウンサーとして、皆さんご存知の方です。我々の間では親父のニックネームでよく知られる、木原文人さんです。皆さんこんにちは、ご視聴ありがとうございます。ウィングチャンネル初めて出ます。木原文人です。よろしくお願いします。なんか今日はねこうちょっと仮面ライダーごっこしに来いと呼ばれて来たんですけど、そしたらなんかカメラが回すっていうから仮面ライダーごっこしに軽井沢までやってきました。軽井沢、今日はお手柔らかによろしくお願いします。はい、お願いします。最近は親父じゃなくてタイガー木原。いやいや別に何でもいいですよ。何でもいい。何でもいいです。俺と木原さん、はい、知り合ったのはもうかれこれ30数年前になると思うんですけれども、ね、ここのとこずっと会ってなくて、はい、俺の記憶が間違ってなければ、はい、6年前ですか1年前ですか、はい、ウォーリー山口、山口雄介氏の葬儀以来だと思うんですけれども、はい、覚えてる？雄介さん亡くなってあれは行ったの覚えてます。いやいや、俺とあの時会った。それがどなたと会ったかがもう本当にやっぱり僕からするとやっぱりウォーリーさんが亡くなるっていうのはかなりの衝撃だったんで、それはもう茨城さんもそうでしょうけど、うん、だからそっちの方が大きかったですね、うん、だからどなたにお会いしたとか、うん、旬山口さんのこととあとご家族しかなんか覚えがないんですよ、うん、どなたがいたとか、うん、多分茨城さん会ってるんでしょうけど、うん、ね、うん、あっという間の6年7年だと思うんですけれども、はい、この間には木原文人さんには大きな事件が特にないですね。長年全日本辞めさせられたぐらい円満退社でしょ。いやよくわかんないです僕も、はい、それはあまり触れないほうがいい。いや別に触れても触れなくてもまあ人それぞれですけどね、うんうん、でも全日本もそのままお客さん入ってていいんじゃないですか、うんうん、でも逆にまあその辞めたというのは、うん、一つの契機にして、はい、そのいろんなところの団体からお呼びがかかって、いやいやでもなんだろうね、生きてく上には何かしなきゃいけないですけど、うん、まあ、やっぱりこう時間がもう何ヶ月か経ってやっぱり俺は全日本だったんだなって自分では思ってますけどね、うんうんうん、そこはもうお仕事いただけるとこはありがたくいただいて、うん、もちろん行ってますし、うんうん、だからその辺はでもやっぱりなんだろうな、育ててくれたのは馬場さんであり、うん、元子さんであり、ね、うん、鶴田さんであり、うん、まあ、仲良くしてくれた、ね、うん、人たちとか中田龍さんとか、うん、やっぱりそうやって考えるとやっぱりもう全日本っていうのはもうこんなね30何年も7年とか8年とかいて、うんうん、拭えされない、拭えきれないですよ、うんうんうん、ただまあ、人生全日本ですからね、うん、前ただまあ一ファンの立場というか、うん、からすると、はい、まあ新日本もそうだけども、はい、まあ、かつての馬場全日本、はい、猪木新日本とは全くね、うん、名前こそ同じだけども中身は全然違うというか、うん、でもそういうのは僕も僕自身が中で生きてきて、うん、感じてないですね、そういうのは、うん、全日本は全日本、新日本様は新日本様だし、うん、ノア様はノア様だしね、うん、最近グレート様とか呼んでいただいたり、佐藤ひかるさんやってるハードヒットさんとか、うん、あの
そこはそこですよ、だからその三十数年間にわたってこの業界というか全日本でスタートして、うん、それがまあキャリア積んで、うん、まあ、その辺が言葉あれかもしれない、無駄じゃないというか、やっぱりそれはそう、それもそうです、はい、もうあのやってきたこと、やってきたこと全てが勉強だったと思うし、これからそれを披露しなきゃいけないと思うしね、就活じゃないけど、どうやってどうしていこうかっていう、そんな中でこうやってね、ウィングチャンネル様に出してもらったりしてありがたいですね、やっぱり何か残していくっていうのが、若い頃は思わなかったですけど、もうこんな58のじいさんになってきてね、こうなんかそういうのは感じますよね、何を残してきたんだろう、何をこの社会というか、プロレス界というか、まあまあ、自分の木原家には何も残してこれなかったけど、じゃあエンターテインメントの世界として何を残してきたのかなってこう、考えると、もうちょっとなんかしなきゃいけないだろうし、でもね、やっぱりあの新日本プロレスさんの阿部誠リングアナとか、プロレスリングノアの奥田亮リングアナとかね、こう、まあ、他にもいろいろ音響の部分とか、いろいろ進行の部分で育てた方がみんな活躍してるのがね、なんか俺結婚もしないしあれだから子供もいないから、そういうのはなんか嬉しいですね、まあ育ててる時から別になんかね、チャンスあげてたと思うし、俺なんかもうちょっと育ったなと思ったら俺メインから自分から引いてやってもらったりしてたんで、僕はそんな出たがりでもないんで、多分嬉しいですね、そうやって何だろうね、彼らはどう思ってるか分かんないけど、なんか一から教えゼロからね教えた人が第一線でやってるのは嬉しいですね、それは思います。でこれからの、まあ、夢じゃないけども、なんかこれもう話終わっちゃう話になっちゃう。いやいや、まあ、とりあえず最近のことということ、夢ね、特に何もね、掴めてない状態っていうのはもう正直な話です、それだけやっぱ全日本っていうのは大きかったからね、生きがいを探さなきゃいけない、それが何なのか模索中というか、やっぱりね、年齢っていうのを感じますね、体と頭は全然動くんですけど、だからこの俺を知らない人から見たら58もう使えないじゃんって思うじゃないですか。いや知らない世界とか知らない人からしたらね、だから今後やっぱり今まで培ったこの人脈というか人のつながりと、それを、生かして、それに生かしてというか甘えてというか、そうやって生きてくるしかないのかなっていうのはなんか、ではないんですよ意外と俺もね、ネガティブでもないけど結構引っ込み思案なとこがあるんで、だから結構あれですよ、本当にいろんなプロデュースとかやってきた時も手堅いしですよ僕は、博打ができないですね、でもまあなんか考えないとね、っていう部分で、そんな中のこの茨城さんからのお声掛けっていうのは、まあ、面白いです、せっかくのチャンスだし、どのぐらい前ですかね、新日本の田中けろ、今の中にインチャンネルに2回ほど出てもらったことがあるんですけど、本当か、はい、まあ、ほとんど初対面みたいな形で、この間田中さんも僕会いましたよ、7月に有田哲平さんのプロレス話in後楽園、はい、あれちょっとプロレス関係者で中こう運営手伝った僕だけで、あと出役は田中様だけ、それだけで、あと誰もプロレス界側の人はいなくて状態で、で田中様に久しぶりに会って、だからそういうのもね、結構長いことやってて、培ったコネクションというかいろいろあって、フォアもらって、
そうなんです。そうですね、うん、まあまた話潜っちゃうけども、はい、そもそも俺も今回ね、来てもらって、はい、ゲストでいろいろ話をしたいなと思って、はいはいはい、はっきり思い出さないのがいつどうやって知り合ったかなっていう、お互い記憶が曖昧ですね、曖昧ね、ただ僕は、うん、僕はニックさんが、うん、横浜アリーナの前女さんに出た時に、うん、茨城さんからの依頼でテーマ曲渡したような覚えは残ってるんですよ、うんうん、まあ当然今より前だし、うん、いつだったのか覚えてる、うん、だからね、それもそのいつどうなのか、それいつの時なの、あのリングがあのニックさんレフリーしたのってリングが2つあった時です。そうそう、だって何年なんですか。何年だったろう、ね、まあ今、まあ、当然ここに調べてもらってるの当然のごとくウィングより前だから、はいはい、80、まあ何年というよりウィングより全然前ですよ、うん、あそうだ、F より前だから、だってウィングさんより全然前ですよ。だって、うん、そうだよね、うん、まあ今後今日この回か次の回かその次の回かその次の回か分かんないけど俺ウィングさんにちょっと貢献してますから、うん、ね、だからそうね、ウィング前が俺が FM だから FM の前だよね、多分フリーでいろいろやってる頃だから、うん、1980年うん、あたりかな、うん、ね、そうするともうかれこれ35年近く知り合ってから、うん、ね、だから僕その日のチケットをいただいてるんですよ。あ、そう、でも見てますもん。あ、そうそうそう、あの会場行ってるから、うん、キューティーと、そういうのは言わない方がいい。そうキューティーファンなのに、キューティーマニア、これ切っといてマジで相手に失礼だから。いや、いいよ、近くの席にいたよ、まあ、確かに、まあそういう知り合ったことなんかももっと根掘り葉掘りじゃないけども、次回ちょっとお話をいただこうと思うんですけれども、まあ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 、まあ、そんなことで今回はこれにて。そうですよ、なぜかキューティーさんとも知り合いだったの自分で言ってんじゃん、あなたが何か言ったじゃあそんなことでまた次回よろしくお願いします。そういうね、有名なね、一人の名前出さない方がいいよ、失礼だ。自分で言っちゃう。今の全面カットですよ。そんなことでよろしくお願いします。はい、はい、どうも。